村山人志康は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての人物、長崎で大官を務めた。文献によっては、東安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 とも記されている。人志康の出自は、尾張国出身の他に、秋出身とも、博多出身とも言われているが明らかではなく、少年も不明である。天少年間に、長崎に流れ着き、金谷町に住んだ。 最地にたけ、弁絶爽やかで、ポルトガル語にも、いくらか通じていたという。長崎町州の一人として、衆院選貿易省となって、豪商の末継公然たちの助けを受け、当時陳調されたルソンツボーの取引で資産を得た。また、イエズス会氏により、洗礼を受け、アントンと称した。文禄元年、豊臣氏による文禄の役の際に、名古屋に、在陣していた。 豊臣秀吉に越見し、長崎の自死儀25巻を治めさせる代わりに、御免地以外の直轄地を預かる長崎大官になりたいと願い、許可された。さらに秀吉は、彼の先例名アントンを元にした、東安という名を与え、以後この名に改めるように命じた。秀吉の死後も、外町を村山が大官として支配していた。慶長9年の正月に、 イエズス会のジョアン・ロドリゲス神父と共に、伏見で徳川家康に越見し、引き続き長崎の大官となることを追認された。その後、ルソンツボの他に、キート、陰紙、金、鉛、水銀などの貿易を行い、薩摩藩や佐賀藩に融資するほどの金を蓄えた。また、元那2年には、台湾政党のため、次男、 村山昭康を司令官とする十三隻の船団を台湾に派遣したが、これは暴風のため失敗に終わった。一方で、阿ヒロンの日本王国記によると、人しやすは多くのかけを持ち、そのため採取と不和に陥り、また多くの人々を殺害した。その際は、江戸幕府長崎奉行、長谷川藤弘の取りなしで、かろうじて息子らと和解したという。しかし、 長崎の指導者層である頭人のグループや信仰承認らと衝突することとなった。ヒトシやスは長崎の外町に影響力を持つスペイン系の宅発修道会に近づいた一方、末グ平蔵たちはポルトガル系のイエズス会が占める内町を勢力の基盤とし、両者の対立は内町対外町、イエズス会対宅発修道会、 ポルトガル対スペインの権力争いでもあった。現那4年の末次平蔵の訴えにより、キリシタンを擁護したことと、徳川氏が敵対していた、大阪の豊臣氏と通じたという権利で、現那5年10月26日に、江戸で残首、一族も長崎で処刑された。彼の死後、長崎の大官業務は、末次平蔵正直が継いだ。大阪方と通じた権利とは、 大阪夏の陣の時、ひとしやすが、息子の一人に浪人を添えて、大阪城に石部屋や玉役を運び込ませたこと、またキリシタンで、ドミニコ会計の司祭であった三男フランシスコ、東安が、流罪になったのを、密かに、長崎郊外の高鉾島で下船させ、豊臣方として、火星に送り込んだというものであった。これを、平蔵正直に伝えたのは、 ひとしやすの料理人の三十九郎というもので、自分の娘が当案に手打ちにされたのを恨み、まさなおに告げたのだという。ありがとうございます。